日本で可愛いスパイダーマンが出てる一方で本国では可愛いベノムが登場してたよ。NECROKO。鉄風侍にも可愛いベノムいたろ。ネイロちゃん以上に可愛いベノムなんていませんね。出直してきてください。桜スパイダーもまとめサイト見るのか。車に気をつけろよ。桜スパイダーちゃんは次あたり引かれて退場しそう。異世界転生でもして本国マーベルに暴入とかまだ許すか。ただ安易に殺すのはやめかけてほしい。トラックに引かれて車にワントラップ入れられても生きてたスパイダー小娘なら多分包帯巻いて生きてるよ。オクトパスガールにアイドルベノムちゃんを出してほしい。アイドルベノムも拾われてないなどうか。ネイロちゃんも好きだからサクラちゃんみたいに気軽に出張してほしい。そっちはセット運用されそうな気がする。つまりタコ漫画にも出てくると思ってるよ。そこまでやると獅子がぶれてくるから多分サクラちゃんも次で退場だと思う。あと次回がこれなんだけど俺とお前でダブルゴジラベノムってこと。ゴジラっぽいベノムは何？ゴジラ祭り。シンビオートって設定実はめちゃくちゃ自由度高い。雑に増えるしなあいつら。ベノムっつうかシンビオートも今一種類くらいいるらしいな。ちぎれて増えるからな。カウンターオーバン。消しただけで破片落ちるってことは無印やカーネージで戦ったりしたところとかベノムの破片だらけにならないか。これ原作短編で1話目が基本セリフなしの妖精とベノムの話なんだけど食うところだけ、むしゃむしゃ、ってひらがな書いてあるから、表紙にネクロコちゃんいれば日本人ガウだろ、って思われてる感じがする。はい。そんな日本のナードの可愛い女の子とエイベが注目するみたいな、誰軍だ。お腹減ってる？定置を確認してから変身してるしもっと正義の味方欲しくない？って増える気満々だけど、めちゃめちゃいい感じのバディモノ。ネクロコ日本人特攻すぎる。シンビオートの取り付き先でかなり変わるのでカーネージも可愛い女の子化したらワンチャン。カーネージ株は育てるときに親に懐くらしく不死身の戦闘マシンにしようとしてレッドプールに植えたら仲良くアクトルと戦いだしたので、女子高生とかに植えればよい。株分けでバンバン増えるし MCU もこれからシンビオートのバーゲンセールが待っている。ベノムは実写のみでもその量で増やせるんだ。ってびっくりした。それがあるからの、ホームの置き土産もかなりの量だよなってなった。フィグアオリジナルとかも含めるとマーベルメインキャラ全員分のベノム化があったはず。だってベノムバースあるし。イラストレーターの性癖に直撃なのか、定期的にベノム化祭りみたいなのやってる気がする。グエンのベノムがマイスデハインだった記憶がある。ベノム化とは別にグエン化もあるのいいよねマーベル。どうかしてる。スパイダーグエンが売れる。上司企画でグエンブームを作る。グエンブールも売れる。グエノムができる。桜スパイダーもベノムコスしようぜ。なんで変身すると髪の毛もピンクになるんですか？可愛いだろ。お嫌いですか？そこもベノム部分だから伸びて敵を貫くぞ。可愛いリボンに杖に魔法少女じゃん。なお普段はリボンに擬態している。クソデカリボンとかなかなかわかってるな。リボン擬態してる絵は深口女に見えるならば。すごい日本のオタクカルチャーを感じる。あんまり可愛くないところがいいな。アメコミに日本的な可愛さはそれほど求めてないんだ。ペニちゃんくらいがいい塩梅。日本的というか、アジア人のイラストレーターが描くと、よく知っているような画風になるから、育った環境や民族的な美的センスっていうのは確実に存在すると思う。アジア系キャラはなかなか美人に描かれないけど、アジア人が描くと、そうだよ、求めていていたのはこれなんだよ。と、向こうの読者でもなるらしい。原作ペニーはそんなに可愛くもなかったような。アキラの経過香りみたいだった。こういう可愛い系は簡単に流行れないんだろうけど、いざやったら本当に良いものができるな。デフォルメ版ザターナとか一部で進行されてるし。ギザギザ口と白目で目つき悪いと真っ黒カラーリングで何でもベノムデザインになるんだからすごいな。